2012年大韓民国大統領選挙は韓国の元首である大韓民国大統領を選出するために行われた選挙で2012年12月19日に投開票が行われた。1948年8月の初代大統領選挙から数えて18回目となる選挙であるが韓国では大会ではなく大々と数える。 なお選挙関連法の改正により、この年から国外に居住する韓国国民も、在外投票制度を利用して、大統領選挙への参加が可能となった。李昭弘大統領の任期が満了することに伴い、実施された選挙である。現行の大韓民国憲法では、大統領の再任は禁止されており、新人同士による争いとなっている。今回の選挙から、 在外国民による海外投票、戦場からの投票も可能となった。大統領選挙では、京症難道知事補欠選挙と、ソウル特別市教育館再選挙など26の再補選も同時実施された。選挙の構図は、当初、与党、セヌリ党の、区国、最大野党、民主党合党のムンジェイン、若年層や無党派層から高い支持を受けている。 無所属の案撤収による密どもへの構図となった。その後、11月に文とアンの両者は一本化することで合意し、協議が開始されたが、一本化の方法をめぐって、両者の溝が埋まらなかった。しかし、候補登録締め切りを3日後に控えた23日に、アンが立候補自体を表明したことで、選挙戦は与党、せぬぎ党の牧区根と、 野党統一候補となる民主党のムンジェインによる事実上の一騎打ちとなった。そのため、立候補自体をした案の支持層が、法と文のどちらを支持するかが、選挙動向を大きく左右した。選挙の結果、僕国がムンジェインに108万票余りの差をつけて、当選。韓国県政史上初めて女性大統領が誕生することとなった。ここでは、主要政党における、 党内選挙に出馬した候補、世論調査機関、リアルメートルの予定候補支持率調査で2週以上、続けて支持率1%以上を得たものを紹介する。7月10日から12日までの3日間、候補者登録が行われ、僕国前非常対策委員長をはじめとする5名が立候補。選挙運動は7月21日から8月19日の1ヶ月間、行われ。 選挙は、党員と一般有権者選挙人団による投票に、一般有権者を対象とした、世論調査結果を加味する方法で行われた。8月20日の全党大会で選挙結果が発表され、事前に圧倒的優勢が伝えられていた僕国が83.6%の得票を得て、セヌリ党の大統領候補に選出された。立候補者は以下の通りである。 7月20日と21日に立候補者受付を行い、8名が登録した。候補者を5名に絞り込むため、29日と30日に、党員と一般市民を対象とした、世論調査方式による党内予備選挙を実施、ムンジェイン、孫鶴慶、金都館、貞与、人志、僕林明の5人が選出された。 本選挙は8月25日から9月16日まで、党員、国民選挙人団による、モバイル投票と現場投票を、全国13地域に分けて実施された。9月16日に13地域の締めくくりとなる、ソウル市で投開票が行われ、全国合計で過半数を上回る56.5%の、得票を得た、ロブゲン元大統領の側近で、当上任顧問であるムンジェインが、 決戦投票を経ず、党候補に選出された。8月に、僕ク,クネが、セヌギ党の大統領候補に選出。翌9月には、ムンジェインが民主党の大統領候補に選出。アンテッシューも出馬宣言し、僕ク,クネとムンジェイン、アンテッシューの有力3候補が争う構図となった。以後、僕ク,クネを中心とした、保守勢力の結集。 文と案による野党候補一本化と進歩勢力の結集に向けた動きが展開された。僕国を大統領候補に選出したセヌギ党は早々と選挙体制を整備した。そして中世南東に強い支持基盤を有していた保守系のミニ政党である先進統一党を九州合併2007年大統領選挙で半奈良党を離党して、 無所属で出馬した理解賞の入党と、僕国候補支持表明で、保守勢力の一本化を行った。また先の総選挙における公語も排除で、新郎派に不満をいただいていた、近代中元大統領に近い旧、民主系の有力政治家であるハン、反光玉が、セヌり党に入党、金元大統領の側近で、リトル近代中と呼ばれた、反はこうも、 ボッククネ指示を表明した。ボッククネに大差をつけられていた野党陣営にとって有力候補であるムンジェインとアンテッシュによる候補一本化が実現するかが選挙結果を大きく左右する変数となった。特に政権奪回を最優先としていた民主党とムンジェインは当初から一本化をアンテッシュ陣営に呼びかけていたが、アンテッシュは明確な姿勢を示していなかった。 選挙まで50日を切った11月6日午後、ムンジェインとアンテッシュによる初めての協議が行われ、11月25日の候補者登録前までに候補者一本化を実現することで合意した。これにより、選挙戦の構図は、セヌリ党の僕国と野党統一候補による事実上の一騎打ちとなる可能性がにわかに高まった。こうした野党権の動きに対し、 セヌリ党は国民に与えられた重要な権利が剥奪された競争力がない候補同士による人為的誓いと批判する姿勢を示した。一本化に向けた協議は12日から開始されたが民主党側が案に対して情報を促す案候補情報論を意図的にいるしたとして14日、一本化に向けた協議中断を安陣営が表明する事態となった。 交渉は18日まで中断される事態となったが、安陣営が求めていた理解、三代表以下民主党指導部の総大臣が行われたことをきっかけに、文と安の両者が会談して、新政治宣言に合意するとともに一本協議を19日から再開することで合意した。統一候補を決定するための世論調査実施にあたり、文陣営は野党系候補にふさわしい候補と、 与党、セヌリ東北久根候補との一騎打ちにおける競争力を世論調査に反映させることを求めたのに対し、安陣英は野党系候補の支持率と与党候補との一騎打ちでの競争力を問うことを求め、両者の溝は埋まらなかった。立候補登録締め切りが11月26日に迫る中、安徹州は11月23日に立候補自体を表明した。これによって、 野党系候補は事実上、ムンジェインに一本化された。さらに、三派政党である、新保正義党の陳三ン,ン,ン候補は11月26日に、立候補自体とムンジェイン支持を表明、12月2日には政策連合で合意した。出馬を断念した、安シ州も12月6日に行われたムンジェインとの協議で、政権交代と選挙勝利に向けて協力することで合意した。 11月25日と26日に立候補登録が行われ、前回選挙より5名、少ない7名が立候補した。立候補登録者には記号が割り振られており、国会での議席数が多い順に、セヌリ党の候補であるボククネは1番、民主党の候補であるムンジェインは2番、新歩党候補のリ・タダシヒメは3番となった。残る、 無所属候補4名には4番から7番が割り振られた。冒頭でも書いたように、本大統領選挙から在外投票が実施され、国内に居住しない在外国民も投票可能となった。在外有権者登録は7月22日から10月20日まで、世界107カ国の在外交換で行われた。4月総選挙での有権者登録が低調だったことから、 電子メールでの登録も可能とするなどの便宜も図られたが登録締め切り後の22日時点で中央戦艦が発表した有権者登録は223,557人登録率10.01%と1割台に止まったまた韓国国内に住民登録をしていない海外永住権者の登録は43,248人で 登録率4.71%となっている。11月20日、中央選管が発表した投票可能な確定在外有権者数は222,389人で、比例代表のみの投票だった4月総選挙と比較して約80%増加した。在外投票は110カ国、地域の在外交換に設けられた164カ所の 在外投票所で12月5日から10日にかけて行われた。10日に締め切られた在外投票は登録者22万2389名のうち15万8235名が投票を行った。結果、投票率は71.2%に達し、4月総選挙の45.7%から大幅に上昇したが、在外有権者全体から見た。 投票率は7.1%に止まった。今回の大統領選挙から、韓国国民が船長となっている、遠洋漁船や外国航路旅客船や外国航路貨物船に乗務している船員も、船上投票が可能となった。投票用紙は該当する市軍の選挙管理委員会が、それぞれの船舶にファクスで送信。船長は投票用紙を該当船員に引き渡す。 投票は船内に設置された投票所で船員から選ばれた参観人立ち合いの下で実施。投票を終えた船員は投票用紙を指導の選挙管理委員会にファクスで送信。投票用紙は封印した状態で船内に保管。保管投票用紙は船舶が国内の港湾に到着した際に指導に選挙管理委員会に提出あるいは 第三国から国際郵便で指導の選挙管理委員会に送付。指導選挙管理委員会はファクスで送られた投票用紙を記入された内容が見えないよう封筒に入れて該当する市軍選挙管理委員会に書き留め郵便で送付。市軍区の選挙管理委員会は指導選挙管理委員会から送付された戦場投票の投票用紙を投票箱に入れ封印して保管。 選挙期日午後6時に投票箱を開票所に運び、不在投票用紙と共に開票する。概要でも記述したように、僕国がムンジェインに約108万票余り、3.6%の僅差で当選した。当選した僕国は率に換算して51.55%を得ており、民主会候の大統領選挙では初めて、当選者得票が過半数を上回った。 投票率は75.8%で前回、選挙を12.8%、前々回を5%余り上回る結果となり、激戦と関心の高さを裏付ける結果となった。地域別で見た場合、僕国はソウル市と全田道を除く、全地域、ムンジェインはソウル、全田道でそれぞれ最多支持を得た。またテグ継承北道では僕国、 全羅道ではムンジェインがそれぞれ80%以上の支持を得る結果となり、韓国政治を左右してきた地域主義に基づく投票行動が今回の選挙でも現れた。年代別では20から30代は文支持、50代以上では牧支持がそれぞれ多数を占め、人口で多数を占めている50代以上の有権者の投票行動が結果を大きく左右する結果となった。 ありがとうございます。